で、まずスポーツ活動中の水分補給の主な役割は熱中症の予防ということになります。で、また飲めば良いということではなくって、正しいものを正しい飲み方をするということが必要になってきます。運動前にあらかじめ摂取しておくということが忘れがちになっているんですね。ウォーミングアップを始めてからとか、ウォーミングアップをして暑くなってきたので水を飲もうというのはタイミング的に遅く脱水を起こしやすくなります。だいたい30分から1時間ぐらい前から少量ずつ水分補給を始めていただくことが目安になります。